話があります。入りなさい。どうだ、驚いたか囚人。これは公正を怠らないようあなたに危機感を与え処刑に勤しませる措置。名付けて合体刑法。怠け者のお前の公正にはまだまだ処刑が足りんという警告だ。この警報が鳴ったら処刑を一番に考えろ。あなたは公正のためにもっと自らを強くしなければならないのです。警報中はいつもより処刑を厳しく行うからな。結果ペルソナもより強化されるだろう。ただし警報中に処刑を繰り返すほど事故が起こりやすくなることもあります。以上のことを承知の上、普段よりも覚悟を持って処刑を行うことです。お前が戦闘を繰り返した後に我々が警報を鳴らすからな。警報が聞こえ次第絶対に来るんだぞ。いいな。よし、せいぜい警報をうまく利用することだな。それではこれからも。より一層の構成に励むがいい。警報中だ囚人。より高みを目指すぞ。張り切っていきます。探りなさい。過度な力は破滅を招きますよ。これでいいのか？引き継ぐ技能を選びなさい。可もなく不可もなくといったところですか。これでいいのか？引き継ぐ技能を選びなさい。新たな力を授かることはないだろう。二人とも始めるのだ。もうやめるのか？